鹿児島市の予備校では受験生を激励する出陣式が行われ、験担ぎのあの料理が提供されました。鹿児島市吉野町の磯天神菅原神社、学問の神様菅原道真を祀るこの神社に、今日鹿児島高等予備校の関係者が訪れ、合格祈願だるまを奉納しました。奉納されただるまには受験生が志望校合格への意気込みを書き込んでいました。予備校では今日も勉強に勤しむ受験生たちの姿が。鹿児島高等予備校にはおよそ300人の受験生が在籍していて、明日の大学入学共通テストを前に講師から激励の言葉が送られました。去年の自分よりは圧倒的に力がついていますので、後ろ向きになることなくポジティブに考えてやってください。予備校では勉強面以外でも受験生をサポート。食堂でスタッフが作っていたのは験担ぎのカツカレーです。毎年共通テストの前日にしか提供されないという鹿児島高等予備校名物のカツカレー。2種類をブレンドした中辛のルーに揚げたてのとんかつが乗ったボリュームたっぷりの一品。今日は100食限定100円で提供され、受験生たちは大きくカツと書かれたカレーを大事そうに受け取っていました。これで演技を頑張っていきたいです。今日は暗記ですね。暗記に力入れて、明日出そうなところをしっかり復習したいと思います。明日の共通テストもう2次に向けての、通過過程でしかないと思っているので、今までやってきたことを出してできればなと思います。受験生には心強いエールになったと思いますし、あとは自分を信じて試験に臨んでほしいと思いますね。頑張ってください。